はい、衛星塾の追記です。今回から数回にわたって日本史の学び方、日本史のガイダンスをします。まず第1回目、こういう切り口で予備校、塾、まず生徒を、導くようなところはまずないと思う。まず日本史を学ぶ上で君たちの日本史の俯瞰図、これから勉強する時、日本史っていうのは人物がキーポイントかな。人間が歴史を起こしてるから。だから歴史っていうのは人物をきちんとキャラを覚えて、どういうような行動に出てっていう、人間が歴史を動かしているように、日本史を勉強する時もこのように日本史を書いている、参考書を書いている、専門書を書いている、その学者なり先生なりを自分の中である程度把握しておくことが必要な、はっきり言うと。これほど全体的に日本史についてガイダンスをするようなところはないと思う。まず君たちいいかな、全体的にこういう、なんていうかな、見取り図があります。よく見てね。日本史の中心は山川出版です。権威の象徴ね。もう教科書だったら山川じゃない、日本史はね。一応権威の象徴、数学だったら数権出版でね、あるでしょ、それぞれ老舗っていうのが。山川が一応日本史の教科書の一番の中心に置きました。これいいですか。そこにちょっと学研って名前は今変わっちゃったけど、欧文社、学研、文英堂、これ参考書の三大老舗みたいなもんだ。そこに Z 会が今参考書として入ってるわけ。山川の教科書の周りを受験参考書の欧文社、学研、文英堂、 Z 会、これが取り囲んでるわけだ。その外堀に昔は三大予備校ってあったけど、ヨゼミが崩れちゃいました。だから三角にします。でもネットで代々木ライブラリーみたいなの買えるから、ヨゼミって書きました。あとその他のね、ちょっとマイナーな予備校でも出してると思うんだ。東進、寸大、河合、そしてネットで買える代々木ライブラリーのこうヨゼミ、あとその他、これが周囲を取り囲んでる予備校のグループです。そしてその外部にある4つ分けました。左、こっち予備校講師、素人東大生とか、ちょっとしたカリスマ東大生がアンチョコ、ハウトゥー本みたいなの書く人いるよね、もうずっともう一発でそう。まずこれ、次、非学者系、学者なんだけど日本史の専門家ではないっていう感じで、だからこれ非学者系にしました。そしてこれがこってこての学者系。こういう関係で日本史を書いている学者がいてっていう、それ執筆者が、この執筆者がどれの出版社かっていうのはもうしっちゃかめっちゃかで、どういう風になるかっていう、だからこの周りの人がどこの出版社書くとか予備校の本書いてるかは君たちで選んでほしいな。じゃあまずいくよ。予備校講師、ちょっとお姉系で着物着てる金谷さんね、二重丸つけました。これ東進で出している参考書はもちろんなんだけども、その他いっぱいあるんだ。後でちょっとまた違う回で、まあ二重丸ね、もう多分世界で一番受けたい授業の日本史講師でね。あと石川昭康先生っていうのがある。この先生は河合塾でね、いっぱいで出してるんだけど、出してる割にはちょっといまいちなんか使ってる子がいないね。昔は10年以上前は結構使ったけど、もう今ちょっと人気なくなってきてる。なんか学校の先生っぽいんだよねこれ。次、石黒博親先生ね。これ河合塾とか早稲田予備校とか一応ちょっとね、この先生のは割とよく整理されて頭に入りやすいんで、いろんななんか語呂で覚えるのもあるしね。
前田秀幸先生、これも早稲田の日本史とか意外にちょっとこういい参考書出してから丸つけました。須藤君弘先生、これ寸大の先生ね、ちょっとマイナーだから君だしちょっとね。相沢治、これ東進のディープで学べる、なんだっけ、東大のディープで学べる日本史ってやつ3冊出てるのね、ちょっと丸つけました。文系の人でも東大の日本史、東大の二次の日本史勉強するとね、やっぱり知識定着すると思う。だ一応これ書きました。次、竹内睦弘先生、これ去年亡くなっちゃったんだから、二重丸つけてるでしょ、うん、この先生のね参考書はすごくおすすめだよ、うん、割と去年亡くなっちゃったんだこの先生、うん、まだ50代の半ばぐらいかな、若いんだよ。次で、ここに河合篤先生っていうね、ここのちょうど境目に置きました。なぜかとね、予備校の先生ではないんだよね、うん、高校の先生からちょっとした多摩大学の准教授とか、ちょっと微妙なところなんだよ。これもこの先生も世界で一番受けたい授業の先生でよく出る人なんだよ。いろんなワイドショーかなんかとか歴史でよくこうアドバイザー、その時歴史が動いたとかチーズっていう番組あるんだけど、それたまにコメンテーター出たりする。次、安藤達郎、これ君ら知らないよもう、うん、先生とか昭和の寸大の日本史のカリスマ先生、世界史の王家、日本史の安藤ってちょうど昭和の時代はね寸大の二大巨頭なんだよ、うん、だから下に最近はもうちょっとまた次回ではね、ちょっと専門的な参考書書いてるんだけど、まあちょっとこれ、うん、菅野裕子先生、これヨゼミ系かな、これもバブル以前、うん、昭和の時代、うん、めっちゃ売れた先生なんだけど、もう今はすっかりもう書店からなくなってる。でもネットかなんかで見て好きな人は参考にすればいい。で今君たちが、先生がね、君たちにおすすめの予備校系はここの二重丸、あとは丸、これをちょっとね、ネットかなんか、本屋さんで、大手の書店で、ちょっとこう、立ち読みするといいかもしれない。これが予備校系の参考書。次、非学者系。ね。出口春明先生。いいの、なんか、なんだっけ、ライフネット生命ってやつだよ。それの、たったりした。今、立命館大学、太平洋立命館国際大学だっけ、大分に、その学長やってる。この人はもうなんかめちゃくちゃもう超読書家で博識、世界史に食いっても出して社会人向けのね、社会人向けの教養としての世界史とかね、日本史とか週刊文春にも今日本史の大正時代かな、今コラム持ってる。もうこの人はの本は20番おすすめ。ちょっと歴史が本当に前向きな人はねためになるから。この人は日本史と世界史のね両方ねこうスペシャリストになる。でもこの人の本読むとね、あと 2,3 年後日本史と世界史の融合の科目総合歴史とかできるみたいな。だちょうど家康の頃、ヨーロッパでエリザベス一世、どこでもドアがあったら家康がどこでもドアでエリザベス一世と謁見、はい、シェイクスピアもあったと、こういうふうな時代、横のつながり、そのような感覚が 2,3 年後求められるとこの人の本は参考になるから。佐藤勝さん、もうこの人はね、元外交官、ね、外交官の、首席分析官というのは、うん、ちょっとこれ、ラスプーチン、外務省のラスプーチンって言われるけど、今はもう地の巨人って言われてるの。もう博識、はぎゅうた。もう歩くエンサイクロペディアって百科事典みたいな感じ、この人。うん、この人の方は、まあちょっと、うん、まあまだ早いかもしれないけど、本当にちょっと教養身につけられるよって。伊沢元久、元 TBS のね、社員なんだけど、猿丸原始校かな、確か。江戸川乱歩賞を取って、著述家に鞍替え。その後、歴史の専門家をめちゃくちゃ出してるんだよ。面白いよ。伊沢元久。いいね。この人は面白いけど、勉強となるとあまりにも、この人の本とか多い、分量多いから、でも、かいつまんで読むとためになる。歴史が好きなので、斎藤隆先生。TBS の安住先生、TBS の安住アナウンサーの、なんかこう、恩師だね、明治大学の。この人はもう何でも、うん。だって、
明治大学の文学部の教員でしょ、教員の先生でしょ、これ文学部の教師の卵を育てる学部だから、うん、だから一応ためなんだけど、まあ受験っていうものを考えた時にここのゾーンはちょっと教養の方にスタンスを感じない、余裕がある人は読めばいいっていう感じ、ここのところ、うん、余裕がある人は読めばいいって。だから日本史の勉強してて歴史ヒストリア知恵図ってあるんだね、あと100分で名著ってあるね、教育で。そういうものを前向きに見て、なおかつもうバラエティもテレビもゲームもやらないけど、こういうの読むんだったらおすすめね。次いきます。学者系、うん、磯田道文さんね、最近バラエティに出てね、キャラが立ってるんだよこの人、うん、だ先生がテレビのどっかのプロデューサーだったらね、ポスト林先生としてこの人取り上げるから、それぐらい結構ねキャラが立ってるんで面白いんだよ。きて話すとね切れないからあんまり抑えてんだけど、この人の出したやつで3年前かな、司馬太郎に学ぶ日本史でした。もうあの表、あの新書ができた時点、 NHK 新書かな、あの新書が出た時点であちゃーやられたって先生思ったの。だって衛生時ではもし司馬太郎さんが高校生に明治大正昭和を教えるとしたらとかね、例えばあの堺谷太一さんって大阪万博のプロデューサーした人がいるんだけど、あの人が歴史を教えたならばって、つまり実学としての歴史ね、実学つまり社会人として役に立つっていうやつね。あとは、うん、吉川英治ってね、もう先生が尊敬してる歴史小説家いるんだけど、あとおさらぎ二郎っているんだよ作家で、そういう人がちょっと歴史を教えたのかって、ちょっとストーリー性を交えてね、面白おかしくみたいな。だこの磯田道文さん、あの武士の家系簿でねすごいクローズアップしてこうブーンって急上昇でのし上がってきた人。山本博文さん、この人惜しいかな、去年亡くなっちゃったんだよ、うん、これこの人の書もそもおすすめ、分かりやすいしね。本郷和人さん、この人ね AKB のファンなんだよ意外にねミーハーなんだこれ、うん、専門家だけどなんか裏を返すとミーハーなんだよ。 AKB とねいるとねもうなんかこうなんかなよなよってしちゃうの次、小和田哲夫さん、この人は大河ドラマの歴史考証を担当してる人なんだよ。だから戦国時代から江戸時代の歴史考証で大河ドラマ見ると小和田哲夫って出てくるね。歴史ヒストリアとかいつもコメンテーターで出てくる。この人の息子さんが最近ねちょっとテレビに出かかってるんだよ。息子さんもね歴史専門家なんだよ。ちょっと、うん、たまに出るんだよ深夜のねジャニーズかなんかの忘れちゃった番組でねよく出てた、うん、息子さんも保坂正弘さん、半藤加藤さん、この人は大体昭和の歴史に詳しいんで、この人も去年の年末亡くなっちゃったんで、歴史探偵って言われて、この人の本読むと昭和って日本で一番長い日って、1945年8月15日をドキュメンタリーだって全部調べて、元文芸春秋、文芸春秋社の副社長で、うん、あのペン活動に専念した。この人の本はもうおすすめね。全てが何かおすすめね。賀来耕造さん、この人ね関西弁で結構ユニークなんだよ。この人の本はねちょっとマイナーの出版社から出てんだけど、あちこち分かりやすすぎるとかね、なんかあるんだよ面白いと思う。歴史系ね、はっきりと。あとはここら辺でね、これ自分が歴史というものに本当に興味を持つんだったら、これを新書、ほとんど新書でこの人たち出してるから、いろんな新書で名前で検索すると出てくると思うよ。かっこさん、池上彰さんは日本史ってここに入れるほど、うん、ジャーナリスト池上彰だから、ただ例えば半藤和俊さんと池上彰さんの対談とかね、令和を生きるかななんかあるんだけど、こういう人たちと池上彰さんが対談するといい化学反応が起きるよね。池上彰さんだけで日本史っていうのはやっぱりちょっと物足りないんだね。これが、あと終わり終わり。素人。後藤武さん、ね。読むだけでスッキリする日本史って文庫で相当売れたんだから。うん、これ文庫本で、読むだけでスッキリする日本史ってやつ。いろんなの出してんだよ。
後藤武さんって地理から世界史からなんか現代文から、うん、何でも屋さんなの、うん、すごい売れたんだよ。でブックオフ行くとね必ず100円で売ってるから、それぐらいもうブックオフで100円で買えるから。石井隆さんも古文から英単語から日本史から世界史からなんか、うん、なんか1分なんとかシリーズって、うん、なんかすごいなんか覚えるのが苦手、うん、日本史が苦手、こういう人にはなんかすごい手っ取り早い本だから参考にするといいけど、マークはつけなかった、うん、これが歴史の本を参考書とか書いてる人たちの君たちへのなんか導きのチャート図みたいなもんだよ。まずその歴史を書いてる人たちの学者とか先生とか講師とかそういう人たちのこういう分布図みたいのを把握して日本史っていうものの参考書を選ばなくちゃダメなんだよ。理想を言うならばね、山川の教科書ね、山川の教科書っていうのはねもう言いたいこといっぱいあるんだよって言ったよ。はっきりと先生が昭和の頃に比べてね、もう山川の教科書ってね情報量がいっぱいって、教科書じゃないんだよね、山川のねなんか参考書になっちゃってるね、はっきりと、うん、まあそれは置いとくね。この全体図を見て君たちはその参考書を選んで自分にも、あと最後によ、英語でも日本史でも世界史でも何でもそうだけど、今はね学習参考書売り場にいい歴史の本ないよ。社会人のコーナー、あるいは一般常識とか教養とか、あるいは歴史の先生がちょっと足を運ぶ専門コーナーとかね、そっち行ってみる。そっちにこそね自分がああって思うようないい参考書あるんだよ。これについてはまた違う回で触れるけどね、もう一回英語もそうなんだよ。英語も受験参考書コーナーじゃないところにちょっと目を向ける。社会人向けのねトイックとかトッフルとかあるじゃん、こういろんなちょっとした英語の先生が専門書をちょっとこうね、漢詩の本質についてとか、なんか英語の先生が勉強するようなあっちのコーナー行った方がね、君たちがはぁって思うようになる。それを言ってるのは実はここなんだよ、ここなんだよ、ここなんだよ、実はこことここをヒントにすると歴史は分かるんだよ。初めから山川の教科書なんか絶対ね分かんないんだよ。山川の教科書はね全然ダメ、こう言っとくけど、山川の教科書について言ったらね悪口一般です。いいこともいいんだよ、いいとこもあるんだけど、 あんまり褒められたもんじゃないんだよ、はっきり言って。昔はねこんなのなかったからこれしか頼りなかったの、今はねこれ頼りにならないんだよ、はっきり言うと。そんな時代になってるんだよ。いい、じゃあこの全体のミストリーズを参考にしてネットかなんかで検索して、その先生が自分にフィーリング合うやつを選んで、そこでちょっと日本史の突破口を開いてほしいんだよ。これが日本史の第1回目のガイダンスです。いいね。じゃあ今日はそこまで。